さあ本日も歴戦大麒麟ぶちのめしていきたいと思います。今回はですね、ジャナフ・アルカウスっていうね、あの火属性弓ありますよね、あの火属性弓を全員買ってきまして、ジャナフ・アルカウスレンジャー、こちらちょっとやっていきたいなと思います。全員同じ装備です。全く同じ装備、まあある程度、歴戦を麒麟用に組んだこのジャナフ・アルカウスで、ひたすらこのキリン君をの頭を射撃していくっていうね、弓部隊、弓道部ですね、弓道部、いわゆる弓道、我々弓道部組んでますんで、もしよろしければあの入りたい方、お待ちしております。さあもうゴリゴリと頭を狙っていきますよ。装備はですね、最後にね、装備の詳細は最後に一応ご紹介して、いきたいなと思いますけども、とりあえず見てください、この弓部隊、いい、かっこいいでしょこの弓部隊。あ、結構ね弓相性いいんですよ。なんでかっていうと、ピンポイントで狙えるし、ダメージが一番出るんで、その火属性が弱点なわけですね。キリン君、歴戦王キリン君、歴戦王キリン君そんな強くないんですけども、まあ言うてそんな強くないんですけども、一応弱点が火なので、頭がねめちゃめちゃ火属性通るんですよ。結構今みたい、あの見ていただくと44とかねぐらい、会心発生すると44くらい通るんで、なのでまあ一番火力的にはやっぱ弓が出るのかなっていう気はしてるんですけども、ただ体力が多いですからね彼の場合、歴戦王キリン君、その普通の歴戦キリンと比べて体力が多いので、そこだけはちょっとめんどくさい部分でありますが、あとこの覚醒状態になると体に弓が座るとゼロになるっていうね、弾かれるっていうね。おっとちょっとこれは総意が蹴ったぞ、やばいぞ。そうは言っても今体力増強全くしてない状態なんで、装備が切れるとマジでやばいです。装備が切れるとスーパーアーマー切れるみたいな感じで、ちょっとねアイアンマン的なことを言うと、ロバート・ダウニー・ジュニアになっちゃうみたいな感じですね。アイアンマンじゃなくて装備が切れた場合、今これ装備が切れる状態だとアイアンマン状態なんですよ正直。まあ多分ほとんどダメージも食らわなくて済むんですけど、これ装備が切れた場合マジでほんとただの人みたいになっちゃうんで、結構ねどんな攻撃でも大体ワンパンみたいな感じになっちゃうんですよね。なのでそれだけは注意、まあ、言うても被弾しないんでね、まあいいんですけども、そんなに弓使ってると、弓使ってればね、まあ慣れてくればですけど、まあ、ほぼ被弾しないんでキリンなんて、まあ、ただし、まあ、やっぱりその弓始めたてとかの方はやっぱり厳しいと思うんで、一応ですね今回その整備3っていう超最強のスキルをつけてきてますんで、整備3があることによって装備のねクールタイムがね一気に短くなるわけですよ。そうすると装備がすぐ使えるようになる、つまりアイアンマン状態の維持が可能ということなんですね。なので、今回それをまあある程度そのコンセプトに置きつつも、一応攻撃力的なあれは落とさないようにしてます。エイム力のなさは本当許してください。私あまりエイム力がありませんので、エイム力が最もない弓使いと言われてますんで、ちょっとその辺はちょっとご容赦ください。やばい、危ないぞ、食らってる、大丈夫か。結構ですね、ナメップしてるとマジで装備が切れた状態でワンパンされてすぐ死ぬっていうねこと結構ありますんで、それだけは注意。一応今回は体術レベル3とスタミナ急速回復2の競争薬を飲むパターンで組んでます。競争薬もね別にアイテム錬金で作れますんで、全然勇気の証 G とか使えば全然作れますので、まあねない方はぜひね、はい、 V が破壊きた、ない方はぜひ作っていただきたい。はい、ちょっと逃げる、チャージステップはねこういうね逃げる時にも使えますから、これね今回の瀕死ですね、非常に速いですよ、体力結構多いですからねキリン。まあゼロだな。だいぶね、どんぐらいだろうな、2倍くらいになってんのかなっていう、体感的に、歴戦キリンよりも、歴戦王キリンは、2倍くらいになってる感じはしますね、やってて。あ、で、一応ね、立ち回り安定するんだったら、これ、マルチでやんないで、ソロでやっていただいた方が早いと思います、多分、体力も少ないし、ソロでやった方が立ち回りも安定すると思うんで、こっちの方向いてくれる回数も多いし。なので、まあ、ソロでやっもう全然使える装備になってます、今回。一応ね、僕いつも言ってますけど、モンスターハンターワールド、個人的な考えですよ。モンスターハンターワールドはマルチでやるものだと思うから、みんなでワイワイ買ってこそ楽しいモンハンだと思うんで。なので、
マルチでやってますけど、まあ、ソロでも全然使えます。非常にやっぱりね相性がいいんですよね弓。まあエイム力僕ないんであれですけども、エイム力がある方にとっては弓使えば大体どんなモンスターでもぬるゲーになると思う今作ね。そんぐらい弓強い。さらにね、新しい装備っていうかね、どんどん追加される装備がもうほんと弓どんどん強化してるみたいな感じになってるんで。さあ来ましたキリンくん。キリンくんね体力多いからね、このこっから瀕死になってから長いんだよね非常に。さあ、オーテル爆弾を置いて、さあやっていきましょう。さあここで屈伸をすることによって、総位の再使用時間をちょっと短くするっていうね。そんな効果ないですよ。そんな効果ないですけどね。さあ起爆していきますよ。いいですか、ゴー。さあ行け、ドンドン。こっから粘るんだキリンくん。まあ天神の装備がね復活してるんで、もう無敵なんですけども、アイアンマン状態なんで、今ほんと何が来ても避けれる状態なんで大丈夫なんですよね。さあこけていく。さあそろそろ終わるか、終わっていただきたい。そろそろもうトヨクに話すことはない。弓弓道部レンジャーももうそろそろ話すことはない。もうそして飽きてきた、体力が多すぎるのもあれだぞ。まあ飽きてきたっていうか、今作のモンスターハンターワールドの体力が低すぎて、これが普通なんだろうけどね、これが普通のあの狩りの時間なんだろうけども。危ないぞ、大丈夫か、よし倒していく。はい終わりです。ということでノーダメージですね。でこんだけダメージが出ると、でまあ時間もある程度早いと、5分張りかな今という感じなんで、非常に優秀ですね弓道部。まあちょっと最後にね、装備の方をご紹介していきたいなと思いますので、早速参りましょう。それではね、我が弓道部の、装備をご紹介していきたいなと思います。ジャナフ・アルカウス3、に、タイジスの五石3、天神の総意、大大の総意、それからエンプレスアルファ、オーグベータ、創世の章アルファ、レウスベータ、ダンテアルファという感じになってます。これですね、 USJ のクエストで入手できる、防具になってまして、これね結構ツイッターで募集とかしてるんで、皆さんもしよかったら探してみてください。USJ クエスト行かせてくれる方みたいな感じで探していただければ手に入ると思うんで、このねシミュレーターかけたんだけど、この装備しか組めないんですよこのスキルだと。なので、これ持ってない方は USJ クエストなんかそのツイッターからで募集していただければ、多分募集っていうかやってくれる人いると思うんで、そちらでねぜひ入手してください。これ強いんで、創世の章シリーズは、ね、でスキル、まず狩りの奥義、で回心率が、回心率か回心が発生した場合の属性ダメージ、まあ非属性ダメージですよ、これをアップさせてあげる。で非属性攻撃力がレベル4、これでね、一応マックスの、属性値510までいきますので、レベル4までで OK。 で弱点特攻3で、頭にキリンの頭を攻撃した時の 50% プラス回心率をしてあげると。で体術3と、スタミナ基礎回復2ついてて、これで一応ね競争薬を飲むと体術 4.5 くらいになるんで、これで、かなり快適にいかれるかなと思います。でねこれなんですよポイントは、整備3、これで、再使用時間 20% 短縮してくれるんで、なのでこれでね例えば最初に、天神の装備来て、でその後に大雷の装備来ると思うんですけども、大雷の装備が終わってちょっとしたらすぐ天神の装備が切れるようになるので、これ非常に優秀です。これはねあった方が良かった。やっぱり歴戦を切りワンパンで死ぬことが多いので、これ今回その体力増強とか雷耐性とか入ってないんだほとんど。なので、一応ね整備さんを入れて、そこで生存に振ってるようなイメージですね、カバーしてあげる感じです。で体力回復量アップは、これ体力回復が行った時の回復量があるんで、これでまあ回復薬飲んだ時もね一応体力回復量上がるんで、これつけたくてつけてるわけじゃないんですけども、まあこれは割と優秀ですね。で、回復量アップ、これもねまあない方はない方がいい方はこれ外してもらった方がいいんですけど、チャージステップの距離も伸びるんでね、だからちょっとやりにくいみたいなこともあるんだけど、まあ僕はこれでも全然いけるんで、エイム力ねえからかもしれないけど、これ一応つけてる。で雷耐性1もこれおまけですけど、まあやっぱ歴戦大麒麟用なんでね、雷耐性6つけて少し上げてあげる。これ6つけてやっと今雷耐性5なんですよ。
だから食事で野菜定食を食べて、装備で、まあ、生存率を維持してあげるようなイメージですね、今回の装備は。で、通常弾、通常矢強化と三段高射強化と弓手の中解放っていうこのいつものテンプレ装備、テンプレっていうかあの弓テンプレの必須スキルはつけている感じですね。で、このカスタム強化なんですけども、スロット回心にしてます。回心率がね低いんですよ。ジャナフアルカウスってマイナス 20% だっけな、確かあるんで、なので回心率を頑張ってカスタムしてあげて、回心率をなるべく抑えてあげる。だから今マイナス 5% になってるんで、これで弱点を打てれば回心率が、45% っていう感じになるんで、まあまあまあ、いいかなっていう感じですね。で、装飾品がこちら、強弾銃、供給銃、散弾銃あたりが非常に、まあ、レア度が高いんですけど、まあ、弓を目指すんだったらね、やっぱね、この辺のね、弾持ってないと、すべての防具で厳しくなるんで、これはマジで入手していただくしかないかなという感じですね。はい、今回は以上でございます。ちょっとね、微妙なのは、この頭のこのね、エンプレスアルファがちょっとすげえダセえっていう。すげえなんかダセえんだよな、この頭のアルファが。これが一番その気に入らないところなんですけども。まあ、これ頭表示オフにしてしまえば、別にいいので、そこだけですかね。ぜひね、皆さんも試してみていただければ、弓特有の方は試してみていただければと思います。めっちゃ、早いと思います。多分ダメージ一番、そのダメージ効率的に一番出んじゃないかな、弓が。ちょっとわかんないけど、全部、検証してるわけじゃないから。もし動画気に入っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンお待ちしております。 Twitter のフォローもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。